秋葉歌は、竹光徹が国立劇場からの移植により作曲し1973年に発表した画学の作品である。あと25曲が新たに書き加えられ、全6曲からなる、秋葉歌一部として1979年に発表された。竹光が画学として作曲した作品は、秋葉歌、秋葉歌一部の2曲のみであるが、いずれも再演されて、 国の内外で広く知られており、現代画学の古典とみなされている。なお、二つの作品の英語名は同一であり区別、されていない。竹光通る会場をしたばかりの国立劇場が1966年に開始した画学公演は、画学を、宮中や自社の儀式のための音楽から、一般の聴衆のための芸術音楽へと変化させる、第一歩となった。しかし、 初年度は物珍しさもあって多くの観客を集めたものの2年目以降は観客数が激減し早くも存続の危機を迎えたこの状況に国立劇場のプロデューサー木戸敏郎は画学の活性化が不可欠であると考え一つの取り組みとして外部の作曲家に新しい画学作品を移植することを発案した画学公演において演奏を担当していた 宮内庁式部職学部では、新作に取り組むことの是非をめぐって、論争となったが、安倍末吉学長が、新作画学の演奏を決断し、1970年の国立劇場第9回画学公演において、初の移植作品である、眉住と郎の昭和天平学が演奏された。木戸はこれに続く2作目の新曲を、地平線の道リ屋の作曲者である。 タケミツトールに移植することにした。アメリカのクーセビツキー財団からの移植により書かれた地平線のドーリアは17名の弦楽寄贈者のための作品であるが、画学や部学を念頭に置いて作曲したと、タケミツ自身が述べている通り、曲中ではショー、章やカッコの音を想起させる響きを聞くことができる。キドはこの作品によって、タケミツが 新作画楽の作曲者としてふさわしいと判断した。なお、竹光が画楽の実演に初めて接したのは1961年10月6日に宮内庁で行われた公開演奏を聴いた時であり、その時に画楽から受けた印象を音が立ち上ると形容し、そのような印象を与えている秘密はショーの音にあるのではないかと分析している。 流的竹光には雅楽に親しみを感じていた一方で、天皇制に対する関わりから、宮中の音楽である雅楽を作曲することには抵抗感があったが、この魅惑的な素材を一枚の鏡として、自分を映してみたいという考えに至った。また、雅楽で使われる様々な楽器を知るチャンスという実利的な思惑もあって、国立劇場からの移植を引き受けた。なお、 竹光は1960年代には主に映画や劇音楽の分野で、ビワや尺八などの和楽器を使っており、画楽の楽器も、源氏物語や、源義経の中ですでに用いている。竹光は、宮内庁の学士のもとを何度か訪れて、双方を研究した。竹光自身は、自らの画楽作品について、格別の試みはないと述べているものの、実際には、 流敵と後来笛を一緒に演奏させることや、琴の奏者が左手で音程を操作する、押し手を使うこと、普段は使われない七力の低音域を使うことなど、画楽の演奏に関するタブーに挑戦している。国立劇場の移植は1972年の公演で初演することを見越してのものだったが、竹光の作曲は予定した年には間に合わず1年遅れの1973年10月に、 完成した。曲のタイトルについては、竹光はオーブンによる、インアン・オータム・ガーデンしか考えておらず、木戸が、雅楽の古典曲、春に若にちなんで、秋葉歌という放題をつけた。秋葉歌は、普段から雅楽に、馴染みの薄い人にとっては、雅楽の古典曲のように聞こえる曲であるが、初演を担当した、宮内庁式部職学部の学士たちは、 微分音の指定すらある五線譜での演奏に加え、伝統的な画学にはないオーケストレーションや慣れない、フレーズ、ハーモニーなどに困惑した。曲の完成から半月後の1973年10月30日、国立劇場第15回画学公演において初演が行われ大きな成功を収めた。また、翌1974年には、 宮内庁式部職学部による秋葉歌を収録したレコードが音楽の友者主催のレコードアカデミー賞を受賞している。翔竹光は地平線のドリアを意識しながら秋葉歌を作曲したと述べている。この二つの作品はいずれもドリア戦法を基礎として書かれており17人の奏者によって演奏される。また、奏者を二つのグループに分け、それぞれ舞台の前方と後方に配置することで、 独特なエコーのような効果を生み出している点も共通している。秋葉歌の場合は前に9人、後に8人の奏者が配置され、2つのグループはそれぞれ秋葉、木根と称される。編成は以下の通りである。竹光は秋葉歌を音と自然との交わり、音の移り変わり、そして失われていく自然への晩歌であるとしており、初演に携わった。 画学士の柴助康は、竹光が初秋から初冬にかけての季節の移ろいを五行思想に即して表現しているのだと解釈している。なお、五行思想に基づく季節と音との対応については、表を参照。秋は歌は、保音で始まる短い主題を流的が静かに奏でて開始される。間もなく、他の楽器が、エコーのように主題の断片を繰り返し、章が加わる。 様々な音が複雑にずれ合いながら、繊細で緻密に展開されていく。芝は、冒頭部分のイメージを、初秋の朝の情景になぞらえている。やがてこと琵琶の二重奏による、水位部分を経て、流滴、高来笛がそうする短い動機の繰り返しに、他の楽器が、次々と加わり、混沌とした刺激的な音響となる。芝はこの部分を、 風雨の激しい嵐の場面に見かけている。この嵐が収まると高来笛が旋律を奏で、太鼓、小鼓がゆったりとした旗両拍子を思わせる五拍子のリズムで伴奏する。白雪に乗せて音楽は華麗な盛り上がりを見せ、芝が言うところの色とりどりの金襲のようなクライマックスを形作る。この部分が沈まると、こうだとなる。章の響きを背景として、 高来部へと流的七力が、ロートを奏で、最後に琴が、とうとう一音ポツンと鳴らし、余韻のうちに曲を閉じる。最後の琴の音について、芝は、寒々とした小に小さな蕾、春の気配のあることと、厳しい冬の先にある春を暗示したものと、解釈している。竹光は後に、音楽を担当した映画、天平のイの中で、秋葉歌を使用しており、 1992年には秋葉歌の旋律を素材の一部としてショートオーケストラのための作品セレモニアルを作曲している。秋に寄せる章歌という意味のアン・オータム・オードという副題を持つセレモニアルは同年9月に行われた第1回斎藤記念フェスティバル松本のオープニングのために作曲された作品である。秋葉歌は1976年に行われた 国内庁楽部の海外公演において、ドイツ、イタリア、フランス、イギリスで披露され大喝采を浴びた。同じ公演で演奏された雅楽の古典曲への拍手がまばらであったのに対し、秋葉歌が海外の聴衆に受けたことに喜怒は驚き、竹光に再度の移植を行った。竹光は秋葉歌の前後に新しく5曲を書き加え、秋葉歌一具とした。 秋葉歌一群は、第一曲、三音声、第二曲、武器渡し、第三曲、塩梅、第四曲、秋葉歌、第五曲、武器渡し二段、第六曲、体質音声の六曲からなり、ストロフに始まり、アンティストロフで終わる古代ギリシャの昇華に習って構成されている。演奏時間は、約50分に及び、竹光の作品としては、長大な部類に入る。また、 編成も拡大されて奏者は17人から29人に増員された。なお、各曲の日本語によるタイトルは今回も起度によって付けられている。秋葉会一部は1979年9月28日、国立劇場第26回画学公演において東京楽所により初演され、その後、新作画学としては異例の多さで再演されている。 前述の通り演奏者は29人となり、竹光が雅楽において特に重視する章については9人にまで拡充された。元々の秋葉歌の2つのグループに加え、新たに客席の左右に木根群2、木根群3というグループが置かれ、合わせて4つのグループに分かれて演奏される。編成は以下の通りである。ただし、第四曲秋葉歌だけは元の通り十七人。 2グループで演奏される。作曲期間が10年近くに及ぶことから作風には幅が見られる。早くに書かれた第4曲、秋葉歌が、初意、現代音楽的な響きを持っているのに対し、他の5曲には、後期の作風に通じるロマンチックな響きも見られる。第1曲、3音声全曲の導入部であり、ここで提示される、諸要素が全曲で変装、変容される。 静かで正朗にと指定された冒頭では木金の音が A、B、c 三つのグループで小まし、その響きは日本庭園の獅子おどしや森の奥で木に斧を入れる、音を想起させる。章の響きを背景に流敵と七力が主要動機を奏で、やがて八小節の主旋律が姿を表す。主旋律は各グループによるズレを生じながら展開し、冒頭の木金の音が回帰して終わる。 第2曲、武器渡し竹光がつけたオーブンタイトル、エコーの通り、冒頭の呼び交わす、小鳥の声のような動機が、各グループの笛や七力に吹き渡され、小玉のように広がっていく。全6曲中で最も短い。第3曲、アンバイオーブンタイトルのメリスマとは、日本の民謡や中近東諸国の民謡に見られるような歌詞の一つの音節を、 複数の音の間で微妙に揺らしながら歌う様式を、指し、けどによる、放題、塩梅は、七力奏者が、息遣いや唇の位置を操作して、音の高さを微妙に変える奏法を指している。太鼓の音で始まり、感覚器のソロやユニゾンによって、微分音的、メリスマ的な旋律が奏でられ複雑に展開される。雅楽の源流である中近東の音楽を歓喜させる。 ユニークな楽章である。曲の末尾では、美しい和音に続き、太鼓の音が次の、秋葉歌を誘い出す。第四曲、秋葉歌編成は、最も小さいが、もともと独立した曲であり、長大で緻密な構成を、持つ楽章である。初演の際には、この楽章の見舞いが付けられていた。第五曲、武器渡し二段琵琶とことの短い前奏の後、章のソロとなり、 各楽器に旋律が吹き渡され展開される。終盤では、気兼ねの響きとともに、第2曲の冒頭に登場した小鳥の声が現れる。第6曲、体質音声第1曲、ストルフに応答する楽章。太鼓による323の8拍子の白節に、管楽器群が対比的に旋律を絡ませる。そのソロ、括弧の連打を経て、 1> 第1曲後半の高ライブへと流的の二重奏、第1曲冒頭の気兼ねの響きが再現され、静かに消えてゆく。演奏時間は演奏団体によって差がある。参考として、CD 化されている3種類の演奏について、各曲の演奏時間を示す。なお、K の数値は、各曲の演奏時間を単純に合計したものである。また、2、3については、 CD ライナーノートに記された時間であり、再生機器で表示される数値との間には誤差がある。ス助康800年以上続く画学の家系に生まれ区内町の学士となったケ助康は流的奏者として秋葉歌の初演やその後の海外公演に携わったが、それまでの無表情に淡々と演奏される画学と違う音楽のあり方に衝撃を受けるとともに、 作品の奥深さに魅了された。作曲家でもあった芝は1979年に画楽の演奏団体である12音階から新作画楽の移植を受けると、その頃初演に向けて練習していた秋若一部のような作品を書きたいと思い、7曲からなる組曲、ショートラジオンを作曲した。芝はさらに1984年49歳の時に、 国内調楽部を体感し、翌1985年には、秋葉歌のより良い演奏を目指して、小の宮田真由美、七力の八百谷慶ら民間の勇士と共に、霊学者を設立した。芝自身が述べているように、秋葉歌という作品は一人の学士の人生を大きく変えることになった。芝が音楽監督を務める霊学者が実際に秋葉歌を演奏するまでには、 約10年の歳月を要したが、1994年9月の八ヶ岳高原音楽祭での演奏を皮切りとして、明治神宮宝物建前広場、タングルウッド音楽祭及びニューヨークのリンカーンセンターなど、霊学者は内外で数多く秋葉会一部を再演した。霊学者による秋葉会一部の演奏には定評があり、2001年5月8日に、 サントリーホールにおいて行った自主演奏会竹光徹の音楽秋若一部は同年度の中島健造音楽賞特別賞を受賞し演奏会に先立ってサントリーホールでセッション録音された CD は2002年度文化庁芸術祭レコード部門優秀賞を受賞したまた2016年11月に行った霊学者第13回画学演奏会 竹光徹秋葉化一部はサントリー芸術財団の第16回佐治経造賞を受賞している。初演のプログラムノートでは死テイ具はというルビ表記がなされていた。楽譜を出版しているショットミュージックでは校舎をインアンオータムガーデンコンプリートバージョンと表記している。なお、秋葉歌秋葉化一部ともレンタルのみであり、スコアの販売は行われていない。 木戸が行った雅楽歌詞化の取り組みには、廃絶曲や廃絶楽器の復元がある。木戸が竹光に移植した年について、沼野では1970年としているが、立花では木戸がインタビューに答え、初演の2年前の1971年と語ったとされている。竹光は、死であり、作法の舞と右方の舞などの作品がある。 早坂文雄を通して科学に関する知識を持っていたものと考えられる。このことを記した文章作曲家の日記自然と音楽は1962年の日記という体裁で書かれているが、直後に長女誕生の記事があることなどから1961年のものであると判明している。美琶については、 1961年に放送された NHK のテレビ番組日本の文様の音楽を手掛けた際に初めて使用している。1966年には琵琶と尺八のためのエクリプスを、1967年には琵琶、尺八とオーケストラのためのノベンバーステップスを作曲している。部ではの楽との来では使用する楽器が異なっており、 流敵は、サマイ、高来笛はうまいで使用される。僧の推し手は、古代の雅楽には見られたが、江戸時代初期、小水のお天皇が、古都の楽人に対して、右手で満足に演奏できないものが左手を使うのか、という趣旨の皮肉を言ったことから、雅楽では、左手の使用がタブーとなったという。上皇明人は、皇太子時代に、秋葉歌の実演に接した際、 普段聞き慣れている画楽に比べて一力が低い音を出していることに気づき、後でそのことを竹光に指摘したという。竹光自身は音楽的にはすごく楽に書けたと述べている。真湯の昭和天平楽も五千句によって書かれていたが、音楽の語法は伝統的な画楽の作法に則っ,っていた。第十五回画楽公演では秋葉歌の他に古典曲が演目となっていた。 このレコードは、竹光の三面のび琶のための旅とのカップリングで発売された。秋ウトの前年に書かれたオーボエとショーのためのディスタンスの場合、オーボエが舞台前方、ショーが舞台後方に配置される。地平線のドーリアでは、舞台前方に8名、舞台後方に9名の奏者が配置され、前のグループをハーモニックピッチ、後ろのグループをエコーと称する。 このヨーロッパ公演について芝のインタビューでは秋葉歌初演後に休む間もなく行われたと述べているが宮内庁のウェブページや芝の連符によれば秋葉歌が初演された後に宮内庁学部がヨーロッパ公演を行ったのは1976年となっている芝によれば海外公演から帰ってきた時には組曲になることが決まっていた秋葉会一部は 国立劇場の移植作品としては第4作にあたる。なお、第3作はカール・ハインズ・シュトックハウゼンが1977年に作曲したリフト・ハカリ・ライトである。ストロフは古代イギリシャでは合唱舞踊体が合唱席を左に回転する時の歌であることから、キドと竹光は第1曲の日本語によるタイトルを画楽において演奏者が歩きながら演奏する。 道楽とすることを検討したが、道楽と読めてしまうことから、三音声とした。東京楽書は、宮内町学士の個人参加により、1957年に結成された、雅楽紫限界を前身とする、雅楽演奏団体。1978年に、民間の雅楽演奏家も加えて、東京楽書と名称を変更した。編成が拡大されたため、 宮内庁楽部のメンバー25名だけでは演奏できなかった。竹光は秋葉会一部には、とひよ、となく鳥が登場すると語っており、船山は竹光の言う、とひよ、という鳥の鳴き声は吹き渡しの冒頭の動機であると推定している。1977年に若手の宮内庁学士と民間人によって結成された雅楽の演奏団体。 霊学者のアメリカ公演には竹光も同行する予定であったが、この年の2月に死去したために叶なわなかった。ありがとうございます。